吉田ンさん、そう、細木和子さんね、亡くなっちゃったんですよ。えー、ご自身は120歳まで生きて、還暦っていうふうに言われてたんですけどもね、えー、大還暦っていうんですかね。うん、なんか、その、残念です。あの細木和子さんに関しましては、いろいろとね、黒い噂もあるんですよ。ですんで、そういうのを聞くたびに、まあ、人の過去っていうのは時にねあの、私みたいなファンを失望させるなと思うんですけども、でも、私のね、えー、ある時期の、 人生に大きななポイントとなったのは確かかなと思うんですよで今日のねお話はね「ロッキー対ドラゴ」これ昨日見てきたんですよいやこれ絶対見た方がですよ吉田さん本当まあ私だから言えるのかもしれませんけどね私は生まれた時に「ロッキー」シリーズっていうのが始まってもともとはねうちの父が「ロッキー」好きで見ていたんですよでいつの間にか私がその「ロッキー」シリーズを見るようになって中学 2年生のの時にロッキー4ってのがあったわけですよねそれが多分ロッキーが爆発的にファンを獲得した作品になったんじゃないかなと思いますけどもそのロッキー4が終わってロッキー5そしてロッキーザ・ファイナル、えー、最近でしたらそのオマージュ作品でクリード12っていうのがありましたけどもその2でねロッキー4でできたイワン・ドラゴの息子と世代交代したロッキー自身の弟子これがですね アポロ・クリードの隠し子、ねえー、マイケル・ジョーダンクリードですねアドニス・クリードが戦うことになるわけですけどもこれね多分シルベスター・スタロン自身が監督を今回もやったんですけども多分ねオマージュ作品のクリードを見たからこそ作った作品なんじゃないかなと思うんですよ。でロッキー4と今回のロッキー対ドラゴで共通して言える大きな 概念が1つありますそれはですね、えー、このロッキー4の作品の中でリングで死んでしまったアポロ・クリードのことなんですよアポロ・クリードはチャンピオンを引退して5年経ってでイワン・ドラゴンと対決することを望むんですよそれをロッキーに言うんですよねロッキーはこう言うんですよお前一体いくつになったと思ってんだもうあの時みたいな真似事はできねえぞみたいな要するにリングに登るのはやめろって言ったんですよ怪我はするから そしたらね、アポロはね、あお前ロッキー何言ってんだと。俺たちはファイターなんだぞと。戦う人間なんだと。生まれついてそう生まれたからにはもう変えることはできないんだ。テレビのスイッチみたいにオンオフっていうふうにできるような、そんな生まれじゃないんだぞ。俺たちはファイターなんだ。戦おうぜっていうわけですよ。で、ロッキーはそれを承諾して、その意思を組んでね、えー、セコンドにつき、アポロを送り出すわけなんですけどもでも。 戦いの末、アポロはリングの上で死んでいくわけですよね。タオルを投げようと思ったロッキーが間に合わずに、アポロはロッキーの腕の中で死んでいくわけなんですよ。いやー、あれはね、本当に今、アポロが死んでしまったようなね、そんな悲しみがありました。で、チャンピオンのアポロは変われないってことを言ったんですよ。俺たちは戦う人間としても変わることはできないんだと。 戦いをやめるときなんてのはないんだ。それは死んだも同然なんだぞというふうに言うわけですよ。確かにアポロとロッキーは戦士として引退してのんびりと大金持ちになってゆったりと家族と共に過ごす中で、なんかね、腹の中に残ってるものを感じていたのは確かなんですよ。だからもう一回戦いたいと思う日常の中で、リングに戻りたいと思う戦場の中で、 家族と共に暮らす人生も送んなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに感じた時にアポロはもう一回だけやらせてくれって言うわけですよね。俺たちは変わることができない。このままじゃ死んだも同然だぞっていうわけですよね。で死んでいったわけなんですよ。で、ロッキーは結局ラストシーンでドラゴと戦ってモスクワの地でね、ドラゴンに勝利するわけですよ。その時にリングから伝えることがあったんですよね。アポロは 俺たちはファイター変わることができないって言ったけどもいや実際にリングの上で一人の男がこうやってね戦った殺し合ったわけだでも変わっってていいくことってできるんじゃないかなか今モスクワに降り立った私に対してロッキーに対してね最初お客さんは大ブーイングで迎えるわけですよ イワン・ドラゴこそ勝つ人間だと思って迎えるわけなんですけども試合を進める中でアンチだったはずの聴衆がロッキーのファンになってロッキーに対してね声援を送るようになるわけですよあそしてあみんなが変わってきたんだなとそして試合で勝利した実は今回の作品前回と違ってライバルのイワン・ドラゴも最終的にはねちょっとした心の変化を見せるんですよ そこがね、ラストシーンものすごくいいカットが撮れてるんですよねこれはねリングを降りるロッキーの姿を見た時に感じることができると思いますんでちょっと見ていただきたいかなとそして最後ね、あのー、その試合を見ていたゴルバチョフ書記長のそっくりさんみたいな人がいるんですけどもその人が国の最高指揮官なんですよねその人が最後に前作では拍手をしていたんですけど今回は拍手をせずにそのまま席を外して立ち去っていったんですよ それはね一見怒ってこんな試合見てられっかって去っていったように見えるんですけど私は全く別のことを感じましたロッキーが人は変わることができるんだっていうふうに熱々と語って実際にお客さんがねアンチからファンに変わってそれを見ていたゴルバチョフ記長みたいな人も多分何か自分の中で決断が下りたんですよさっさと会場を後にして何をしたかというとこれは想像なんですけども 多分ソビエトの崩壊に舵を切ったんですよ。この国はもう持たないと。独裁をして自分が支配してるだけじゃダメだとみんなを自由にしてあげないといけないと。その中で変わっていくこと変化をしていくことっていうのがどれだけ大事かってことをやっぱり巨大大,大国ソビエト連邦が世界に示すことによってソビエトはなくなるかもしれないけども人はなくならない人は死なない小国に分割して新しい国家をきっと作っていってくれるだろうというふうにね。 自分のソビエト連邦という巨大な国の最高指揮官としての地位を自ら降りて多くの人に自由と平和をお返ししたんじゃないかなと思うんですよ。つまりはゴルバチョフ書記長はロッキーの試合を見て国を捨てること新しい国づくりに自分の心を変化させていったっていうことがドラマの中に書かれていたんじゃないかなというふうに推察したんですよね、まあ、どちらにしてもね。 よくね当時のロッキーは後で使おうと思ったのかどうか知りませんけどもこういったね細かい映像をたくさんね取りだめていたなと思いましたよそして映画監督として30年のキャリアを積みました今だからこそ作れた作品だと思いますしファンの方も漏れなくロッキーシリーズを全部見た人がこの映画館に足を運んだと思うんですよもう全く文句のない作品でしたねそして本当にロッキーシリーズは終わっちゃったんだなという風に深く感じたそんな映画になりました 何度思い出しても感動ですもう一回行きたいけども一回にしておきましょうはい、じゃあいってらっしゃい